アステカのあのなんかパネルデザインとかまんまでしたね。あの下場ね。そうそう、あ懐かしいなっていう。液晶ついてるんだね。液晶、あでもあれ一応液晶非搭載機っていう扱いらしいし、あのここになんか液晶らしきものがありましたよ。あれが多分ホログラムなんとかなんだよね。へ、液晶ではないらしいです、厳密に言うと。抽選です。はい、何番になるか。まあでも何を打とうかっていうのはあんまり明確にビジョンがないので何番でもいいかな。何番でも大丈夫かな。今の時間10時50分となっております。よろしくお願いします。まあまあいい番組でした。はい、おはようございます。おはようございます。あ、ゾロ目。お、最終盤の時間10時50分となっております。俺の方が早いですけど、ちょっと羨ましいです。なんか勝ったよね。33 B1 下克上選手権。よいしょ。よいしょ。はい。さあ、はい、参りました。B1 こと B1 下克上選手権でございます。はい。第1試合。第1試合。私たち、マリモト、アナシが行っていただきますが、オープニングバトルですね。そうです、はい、そうです。いいんですか、我々で。なんか初々、はい、しいじゃないですか。確かに初々しいですね。あの何年も2人ともやってるのに、はい、初めて仕事で動画で絡んで、そうなんですよ、はい、しかも同い年なんで。そうなんですよ。で大体歴も大して変わらないんで。そうですね、まあ、にもかかわらず、はい、今まで交わらずに来たものがですよ。そうですね、ここに来て、はい、始まります。いや、はい、記念すべき僕たちにとっても初戦なんで。そうです、はい。で、この企画出るの初めてですよね。初めてです。僕はあの第1回出て今回第3回なんですけど、はい、ルールはですね、サマイス勝負、パチンコもあり、はいはいはい、あ、そうなんですね。パチンコは、5玉であのコイン1枚に換算しますんで、はい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 、そこら辺はパチンコももし時間なくて一発逆転みたいなのは全然ありです。なるほど。で、優勝者には、はい、賞金50万いいんですか。ありがとうございます。いや、何取った気になってるか。いやもう50万あったら、あ、そう、貸し切れますよ、僕が言ってるガールズバーを。多分なるほどね、はい、昨日救えなかった、昨日の夜救えなかった子たちを、はい、路上でね、声かけてくれたんですよね。はい、救ってくださいって言われて、そうそうそう、救いたいけど原稿がって言って泣く泣く諦めた。昨日の夜で、しかもすげー寒かったから、はい、誰も多分店来なかったんですよ、ね、そうなんですよね。お兄さんたちに来てもらわないとみたいな、はい、私たち救われないんですって言ってたんで。そうそうそう、はい、結局救えなかったんでね、はい、その50万円を持って救いましょう、はいはい、それで、敗者には下克上の名の通り罰ゲームがあったんですよ。あったんですか。あったんですけど、はい、どうします。いや、これどうしますってさっき聞かれてたじゃないですか。別に2人で決めていいですよ。これやらないっていう選択肢あんのかなって。やりたくはないですけどね、はい、ただ、だからなんかそういう感じなんで、まあ、いや、負けた方は言うことを聞いて、はいはいはい、何かしらしなきゃいけないらしい、はい、じゃあ軽めのやつを一発。そうですね、軽めのやつ一発やりましょう。はい、負けた方は。分かりました、はい、で、50万円、はい、まあ、優勝して見事もらったら、はい、どう使います。まあ、さっきちょっと言いましたけど、救います。彼女らを救った手で貯金します。出た。ちなみに過去第1回第2回はなんとウイチさんが2連覇して、はい、両方とも、はい、あのボートレースに乗り込んでました。なるほど、はい、それって実際にその模様とかをあれにやってました。あ、やったんすね。生放送かなんかでやって、はい、一瞬です。50万円か。まあ確かに。でも俺もそういうのがいいですね。なんかね、はい、まあ、確かにね。で、50万は確かに大金ですけど、うん、お店の子たちを救うってなるとちょっと多分資金不足になるんで、せめてバイプッシュして救うぐらいの。なるほど。どんだけいいとこ行こうとしてるんですか。どんだけロンクなんですか。いや、やっぱ長い時間楽しみたいですか。じゃあ僕もなんか、その僕ボートとかあんまりやったことがないので、なんか自分の得意ジャンルのものを1個発掘して、そこに全額つぎ込むっていうのは俺もやります。まあ、夢がありますからね。夢は10万が、ね、10倍になったりするかもしれないですけど、ね、もうドキドキじゃないですか。もうやめますよ、パソコンで。マジっすか。10倍じゃダメで、100倍ぐらいやるかもしれない。しばらくもうバカンスしたいです。バカンスしたい。マカオあたりで、ね、はい、あ、いいですね。マカオでちょっとマンション買いたいです、ね、買えそうだからな、リアル。はい、で、今回のトーナメント表がですね、はい、こちらのボードに書いてあるんですけれども、はい、まあ、第1試合が僕なんですね、嵐マリン、はい、で以下こういう感じになってるんですけども、はい、結構僕気になるのはこのバッチ君と慎之助さん、はい、俺はなかなか見れない。この2人が2人だけで仕事するとかって多分ないですよね、きっ
そのうるせえと思いますよ。うるせえと思います。わかる。はやさ、そんなこと言っちゃって、ちょっと待ってくださいよみたいな感じで、ずっとハイテンションみたいな。おかしいでしょ、新さんそれ。いや、お前も言うねえみたいな感じになるんで。すげえ特徴使ってる。そこら辺で見てたいですもんね。はい、見てたいです、見てたいです。ギャラリーとして。はい。まあ、あと誰なんですかね、うまいとか、多分ルイスさんが本命なのかな。あ、まあ、連覇してますよね。本命、大本命だと思います。あとはでもなんか誰が上がってってもおかしくないような組み合わせになってますね。まあ、こうなるんじゃないですか。こっちの勝者とこっちの勝者がこう最後にはこう決戦するみたいな。あれ弱気ですね。そうなればいいなと思うんですけど、はい、2時間後ぐらいにはどうします、もう2人5万使ってますけどみたいになってる可能性ありますからね。やっぱ乗り打ちにしますみたいな。こっそりこっそりもう夢を託しましょうみたいな。合ってるかもしれない、はいはい、さあというわけでこの中で誰が優勝するか、はい、このあたりも自分で予想しながらね、試合を見ていただければと思います、はい。それでは第1試合行ってきます。行ってきます。もうちょっとさっき話したときにあれ今日は叩き合わないんですかって言ってたんで、まあ激しいやつに。でも本当だったら癖とか全然わかんないお店なんで、まあ北斗トモとかの高額チェックとかからスタートした方が良さそうな気がするんですけど、まあ叩き合うんだったら凱旋とかこの辺になっちゃうんじゃないですかね。まあ、ちょっとあの待ってます、あの男が入ってくるのを。島の入り口でやるかいっつってすいません、ありがとうございます。いやー、まあ、パチンコ回りということなのですが、僕はもう本当に玉遊びの方はもうめっきりやってないので、まあとりあえずはパチスロで、でまあ、朝はある程度投資を抑えていくか、投資を気にせずでかく出玉を取りに行くかっていうのが、まあ、判断になると思うんですけど、まあ、やっぱこの辺ビガビガするとこ来ちゃうよな。ある程度投資行っちゃうともう厳しくなると思うんですけど、どうしようかな。結構でも外線がパパッと埋まるんですね。日本が39回追加、まあ、一撃かと思いきや割と1、2、3、4、4撃ぐらいで出てるんで、まあ、こんだけ朝からお客さん集まるってことは設定も使ってそうな雰囲気がありますよね。嵐さんが勝手に崩れそうな勢いがあるんですよね。イメージか、イメージが多分大丈夫じゃないですかね、はい、つって、まあでもそういえばそのタックの舞さんってやったやつ俺勝手に崩れたよね、確か5000枚ぐらいマイナスだったんじゃないかな、あれ何にもできなかったもんね。天井で単発、ゴッド単発、外線の天井で単発食らっただけで当たりも当たんなかったんだよ、確か。散々いろんな台打ったけどパチンコも含めて、なんでただまあ一応第1回出た時は2回戦まで行ったんですよね。僕1回戦誠司さんをやっつけて2回戦でヤングさんの小汚い作戦にやられて終わっちゃったんで、ちょっとその先行ってみたいですね。3回戦ってもう準決勝ぐらいなのかな。準決勝もね体験してみたいです。まずはあれかな、懲りずに凱旋かな。はい、おはようございます。あ、あった、結構人いるな。結構どれがいいかな。凱旋人気がすげえ高いな。ゼロやめじゃん。ということは
え、これって連チャン中やめとかじゃないってことは線、天井線の可能性が高い。これにします。ほら3枚取っても出目が、もしかしたら叩いたらここバーって光るかもしれないです。でーでってってってよーし、いい台拾った。これはどえぐい。いやーでも角弱そうな。まあ上げとかを狙うんだったらこういうデータの台はまあなんかいかにも上げてきそうな雰囲気あるんですけど、こういうところを早めに座ったお客さんがみんな避けてるのがちょっと気になるところではありますが、まあとりあえずちょっと選んでる間に凱旋の島がバッて埋まっちゃったんで、とりあえずまずはこの角から、勝負していきたいなとは思います。さあ凱旋です。凱旋の人気がなんか異常なほど高くて久しく見てないですよ。この朝一に凱旋が埋まるっていう、人気機種がほとんど埋まっちゃうような、なんて伝えたのな、朝一何百人も並ぶような、ね、状況だったらあれなんですけど、今日平日で、まあ、そこまでそんなに何百人単位の並びじゃないかかわらず凱旋が1番に埋まるっていうのはかなりレアでちょっとびっくりします。さあ AT スタートではなかったです、昨日ね多分 AT 中にやめてるんです、閉店迎えちゃってて、この台その証拠にこれ3枚取ってるんですよ。出目が3枚取ってて、前日の閉店ゲーム数、終了ゲーム数がゼロなので、AT 中に終わってリセットしたっていうことがほぼこれで確実なので、どんなにハマっても1000ですね。1000ゲームハマりですぐそこ超えちゃったら設定死亡がほぼ約束されます。まあだからどっちに転んでもいいかなといった感じです。で嵐さんに並んでる時に今日どうするんですかって話したら、いや朝一は北斗の合格チェックとかでもしようかなと思ってたんで言ってたから、叩き合いじゃないんですか今日はって言ったら、すげえ目が輝き出して嵐さんいいですよって、主は言ってないんですけど、主は言ってないけど先に入場した嵐さんこの島に来ました。むしろこっちが出てるんですよ。初めてね一緒に動画仕事するけど、お互い15年企画やってますからね、ネットがそんなもんかな。西野コツがねちゃんとできてました。さあ朝一のね、ボードは特にいいような感じじゃなかったんですけど、すぐに打ち始めてすぐはギア上がり引いたんで、それでちょっと上がったかな感じがしないでもない。まあ、朝早く当たんなかったらこのままもう通常濃厚、朝ね早く当たんなかったら100ゲームぐらいまでかかる。もう正直そのまま天井まで突っ走ってくるんで全然こちらとしては構わない。510で当たってくれるのが一番いいですよね。510ゲームでそこで、80% ルート取ってガンガン連チャンしてくれるのがこちらとしては一番ベストかな。一番ベストって変な日本語だけど、この台昨日18回当たってるんですよ。58回当たって取り切れずやめなので、
でも設定が上がる、昨日の設定がね、どうか分かんないけど、上がる、上げる候補にならないよねって話なんですね。だから、今ちょこちょこちょこチャンス役引いてますけど、当たられると、正直この台で粘れないという、当選ってなる可能性が低いと考えると、困っちゃうんですよね、叩き合おうっていう約束をしたと。この台で打てなくなっちゃう。なのでハマってほしいです。おかしな話です。うわ、やべ、上がってきてる。それでは早速打っていきたいと思うんですけれども、まずは朝一の、モードを推測しながら、まあ、設定変更の可能性をちょっと探り探り、まあ、一応朝一設定変更するとモード移行率にも設定差があるんですけれども、まあ、そこまではっきりと変更する要件を見抜けるわけではないので、まあ、ある程度の目安としてまずはどのモードに滞在しているのかというのを探り探り打っていきたいと思います。とりあえず通常以上っぽければ、まあ、設定変更の可能性が高まるとともに、通常モード滞在が濃厚になれば偶数可能性も高くなりますので、まあ、とりあえずは計画じゃなさそうな雰囲気を醸し出してくれるといいですよね。今のところそういった通常以上を示唆するような強めの出目屋で、これはでも2人揃って凱旋してくれたんで、ある種のチキンレースみたいな勝負になっちゃいましたから、ここでどういった状況でこの凱旋を打ち続ける、もしくはやめるっていう判断を下すかっていうところで、ある程度勝敗が大きく分かれてきそうな気がします。さあ、今池上がり一段が引いてしまったので、もう変更後のコース判別はほぼ不可能。まあ、ここでもしいきなりボットゲームに、まあ、DG に挑戦するようなことがあると、設定変更時に通常以上に滞在していた感じ、本当に今天国っぽいレベルが出てないんで、通常に滞在していて、かつその通常モード中の右上がりキラーで当たったことが濃厚になるんですけど、もちろん設定据え置きでも通常に滞在している可能性っていうのは十分にあります。今一応偶数頭で出てきて、まあ、右上がりキラーだから通常以上に上がっている可能性もあるんで、もうちょっとレア役言っちゃうと、なかなか朝一のモード判別っていうのは難しくなる。次は朝一は設定変更プラス上げが期待できるような方法が確認できればよかったんですけど、まあちょっと手応えとしては微妙ですよね。で、凱旋はハーデスと違ってモードが転落するときは基本一番下までガッと落ちるのが大半になりますから、まあ、定格 A から今定格 B に上がった可能性を考えておいた方が良さそうかな。あぶれないくらいの風、一応定格かなっていう時に光の風が吹いた場合には V 広角、まあ、V モード挑戦した際に3セット以上確定する特殊モードを移行する可能性があるので、あとに V 絡みのデメントが出たら熱い。遠隔から遠隔のかつレア役以外からでしか V 効果には移行しないので、その可能性がある局面なので、
で、もし V 広角に移行した場合は設定3もしくは5の可能性が高くなります。設定推測としても結構重要なモード移行になるので、さすがに行ってなさそうですね。露骨に V 絡みの出目が出まくって、結構 V0V っていう V 効果確定面とかも出たりするんで、この時にメラメラ言ってると数字が残るんですけど、今メラメラ言ってなかったんで数字が残らない。まあレア役一番好きなんですね。右から光の数が吹いたんでモードアップ以上は確定です。まあただあんまりいいモードにいったとは思えないので、このゲームの初当たりはちょっと厳しいかもしれないですけど、通常以上に上がった可能性は十分あるかなっていう感じですが、直当選した場合は正確ないし通常からも手なきないもあるんですけどな。あ、もう終わっちゃった？終わったか。逆移動しましたね。戦国準備以上が濃厚ですね。あ、戦国準備以上が濃厚で、戦国準備以上が確定ですね。まあ、ガドメイやりましょう。まあ、リプレイプラス偶数ゲームなので戦国準備以上、やはりちょっと今ステージ以降一瞬ボート見守っちゃったんで、どっちだったか、あれ今逆かっていうのをちょっと判断遅くなりましたね。まあ液晶攻めでも戦国準備以上が今濃厚になってるんで、まあできればここでショート以上に上げたいところ。あ、リセットされてそうですか。ちょっと微妙なんですよね。分かんなかったんですよ。微妙だとして、このままもし多分されてなくて連勝までいったら、この時点で回せないですよね。そうなんですよ。俺のやつ多分あれ AT やめでリセットされてるんですよ。あー、なるほどなるほど。じゃあ逆にもうリセット連勝狙いみたいな。そうそう。いや、期待してますよ、合計と。おぉ、いや、期待しますよ、合計。俺も。いやー、お互いやばいかもしれませんよ、これ、本当に。お、これ、リップさん。ちょっと設定推測の要素があるんです。集まったね。で、目指すはもちろん肉よ。あ、こうなっちゃうともう弱いですね。ここで偶数とか止まると肉用の可能性がぐっと上がる。リフトンからのリストップとしてもなしいいこと言いますね。終わるか、終わらない。やばい、逃げ上がりが揃った。うわ、当たった。
いやー嬉しいような嬉しくないような複雑な心境。せっかくなリセットほぼ拡大つかんだ。うわ熱戦じゃん。1号かな750枚です。そうここでいいのか当たって、せめて白以外なし。なんか悔しがるっていうのね。勝利セットじゃないや、当たって新たにプレッシャーをかけられたと思います。多分全国に上がって当たったんだと思います。通常で当たったわけではない。あ、先輩、ゴッドゲーム当たったぞ。見に行こう。当たっちゃった。当たっちゃった。さあ、ゴッドゲームの闇の道の始まりですよ。本当、3発終わったらどうしたらいいのか全く想像つかない。やらさ順調にハマってる。ただもうどこを歩いてるか全く分からない。健康がすごい。なるほどね。なんか今日そんなに今ボトボト回るの相手のハード。いやだからやっぱそれぐらい客が集まるってことは、まあ、普段から頑張ってるってことなのかなとは、ね、ここね今年まで、はい、少なくともこれだけ朝からお客さん来るときは前日の可能性も全然あると思う。ああそうですね、確かに。アラスタンの台は6。俺の台は6って言いますよ。アラスタンの台は多分背負いだと思います。俺も若干そんだけやってます。まあ頑張る。やーなるのが一番怖いですよね。おはてん狙いは途中で当たっちゃった時にどうするかっていう。上乗せケーキをほぼ吸ってね、集団にプレーをいっぱいしてたんだけど、それから連チャンしてくれるんでしょうか。当たったというか連チャンした。絶対ないと思っただけに嬉しい。これで投資した分の半分の時ぐらいは悔しがってる。
あっても三十何ゲームまでに当たらないってあるみたいです。結構いろんな人から聞きます。40ゲームにまで引っ張られたものがあるんですよ。でも今32なんですけど、まだ僕ありの可能性が使ったらもう連続スタートだったけど当たんないで落ちたっていう可能性が高くなる気がします。あ、落ちた。やっぱここないんだ。トップはないよ。来るか。遅れた。ここで遅れるか。ナオミナオミキャンベル珍しいがとっとと5000円ぐらいで売ってやろう。うわ、当たってね。はい、これだけ長いこと言って出られないんです。が出るはずなんで、ヘイクゼントかホーネット、これがとりあえず G ストップ以上確定ですね。さあ、貪欲に狙いましょう。次のもう1回リプレイ行けば G ストップ2個プラス GG ついてきますから、今度こそ、いや、これエンスだじゃ逆に熱いっすよ。ここで、あ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 、
あれなんでこれフェイク来ない。あ、いや一瞬本前町中に引いたのかと思ってちょっとドキドキしましたから。とりあえずリップ4からのチーソンもね、どこからも、これで発動です。さあここでエスコが揃えられればでかいですからね、アドバンテージもらえますよ。僕は T ストップは、まあ、ポンポン消化せずにちゃんと目押しをする人だ。あのアホかと思われるかもしれませんけど、やっぱりなかなか楽しめるもんじゃないよ。ここは精一杯楽しむ。ほら熱いですよこれ、パンパンパン。で僕の中ではあのいろいろ説があります。ギターをして止まる説と、まあ、滑らせて止まる。僕はこの辺に鏡を置くと鏡が滑ってきてストンって止まるイメージがあるんで、これでいきます。これ鏡止められなかったらただの鏡は止まらなかったですけど、とりあえずこれはもう7は転廃させないと、まず見せ場殴らんから頼む。あ、鏡を止められなかったですけど、やっちゃったなとは思ってます。下手すぎ、何やってんの。まあまあ、めげずに行きましょう。まだここも、バスの上に下がる。あー、ここは、滑らせなきゃいけないんで、で、2個は先にエスがあるってことは、これ V ビターを進めて押すとエスが終わんない。今日はちょっと 目の調子が悪いんだ。なんかレバーはゼロ式で鏡を見ます。今持ってかれた。今 V 見えたのに。うわすごいね。どのぐらいがいいかプレッシャーかからなくて見やすい。全然変わんねえぞ。いやーもう3揃ったよ。あーよかった。3は揃えなくないですかね。もう結構天井目だったよ。揃えたら S 以上だよ。今日は V をここら辺に狙うとちょうどいいタイミングできる。掴みました。さあ天井到達となりませんでしたけれども、とりあえずこれで3セット。マリモさんは連勝終わったみたいね。まだまだ勝負はこれからって言えそうですね。よかった、あーよかった。もうここまで行っちゃうんだろうと思ってたんで。だって天井行って2分の1で端末なわけですから、これは3セットはでかい。こちら27,000円。枚数でいうと1,350円。なんとかこのクイズドルを皮切りに、まずはプラマイドルに戻したい。何の効果もないんですけど、ただこの自分で押すことによってこの揃えた感っていう満足感は倍増しますから、それを味わうためにもやっぱり僕は G ストップはじっくりじっくり周りにどんだけ冷ややかな目線を捉えてもじっくり消化したい。それぐらい入らないチャンス、これはやっぱり楽しまない。
弱か。ここでちょっと厚めにするからほぼほぼもらったかなっていう感じ。だいぶ持続的なアケルさんとしてもある。いやちょっと少ないですか。まああと2セットありますからね。そこで挽回できれば OK です。お腹痛くなってまして、トイレ行っていいですか？すみません。どうぞ。行きます。正解になってる、お前だ。頼む。DG中のチャンスボタンはいろいろな可能性が詰まってる。今弱いやつだった。4枚話して終了と、おそらくルートストックは厳しいと思われますので、このGゾーン終了後にまずはリプレイ3連目のGストップがあったかどうかというのが、まあ、すぐ分かりますので、ルートストックがない限りはそこにまず注目ですね。まっすぐの画面ループストックがない場合はすぐGストップの前兆が始まるので、ここで初めでゼロとかが止まるとあっという間に、まあ、いなそう。ということは3からは当たっていなかったと、まあ、もちろんこの後ループストックが出てきた場合はまだその結果が保留されるんですけど、出てきそうな雰囲気もないので、まあ、これでリプレイ4連からの一連の流れは終了という形になりますね。左隣の方も天井で当たった。ゲーム左から3台目のアラスカの2つもあります。1000ゲームぐらいでいたらしい。めっちゃ全然動かないですか。これだけある。手が分かったところってどうなんだろう。
してたら嵐さんどうなってたろうな。どうしてたら上に絞りが、いや、やばいな、この台いいかもしれない。さあ、行った、渡っててちょうだい。242で8月の初当たり全国モードで当たりました。すごい、これは粘っていいないかもしれない。展開を200枚いかずに終わりです。これはだと延長してくれないと、でも当てられしないよね。分かってましたけど、もはや2のぐらいしかない。さあ、チャンス到来でございます。